楊行は中国の古代十国時代から北宋初期にかけての武人。楊慶行ともいい、また、楊老霊孔と称せられる。元の名は、獣、高。平州大元県の出身。本願は、臨州新進県。楊行の父の養親は五官にあって、臨州志士に任じられた。楊行は、青年時代に五官の加藤節度氏の劉隆氏の部下となった。 甲州の高順元年、劉隆氏は大元にて北艦を建国した時に、幼行は達夫軍節度師となった。後に、劉仁氏は彼を養子とし、劉慶行の名を与えた。さらに、幼行に長く北方の守りの大衆を固めさせ、両軍に備えさせた。北艦の君主の劉継元が僧の大僧に降伏した後も、戦闘を継続したが、 龍継元自らの降伏勧告により、僧に降った。左両軍大将軍、低州防御士に任せられ、半尾と共に、北方の領の南下に備えた。僧の太平公国5年3月、領の慶州は10万の兵を発して、岩門石を攻めた。陽行は騎兵を出して、岩門石を迂回してきたより、両軍に奇襲をかけ、半尾と前後から攻撃し、大いに、両軍を破った。 この時、両国の馬とい、自中小説佐藤を殺し、魔法軍と四季市騎士の利茂会を生け取りにした。この功績により、幼行は、文州観察士に昇進した。これより、幼行は、両軍の間で恐れ得られるようになった。陽広氏三年、大僧は、北伐して、両を攻めることを決定した。半尾と幼魚を、西寺軍の首相とした。途中、 送品が、気公関の戦いで破れ、耐え、進む、反備が打つ州で破れたため、両軍の優勢な兵力と、正面から向き合わざるを得なくなった。野立写真の大軍が追撃してくる状況となり、幼行はその栄砲を避けることを主張したが、王の残言を受け、二心あることを疑われた。幼魚は、北艦の武将であったのが降伏しているので、他人に疑われるのを避けざるを得ず、 明らかに不利な状況のもと、出兵することを主張せざるを得なかった。結果、老が村で大敗し、全軍壊滅した。この用のべ玉はこの戦役で戦死し、養業の悲憤限りなく、絶食しその忠義の心を明らかにしようと決意し、捕虜となり連行される途中で死亡した。養業の死後、大僧は、半日の位を三階級落とし、王の名を名簿から削り、 金州に流し、竜文博の名も削除して、東州に流した。養行には七人の子供があり、養信べ玉以外は、養信明、秋、信べ浦、養信べくん、養信べ、洋延べき、木、洋延明である。ただ、六尾の養信明秋だけに子孫がおり、北曹中期の名称の洋文博は、養信明秋の子である。養行の妻は、生を織りという。 真の高所年間に編集された、嵐州島木九人物、セップの城の記載には次のようにある、幼行、織徳の女をめとる、織の姓は瓶にして、えなり、かつて豪の先行を立てるのを助け、用無敵と豪すると、宋島木五十二織徳、伝の記載には、織徳、雲中に椅と、織徳の父親の、織受元は、新館以来、府州に、一人いる、 織家は甲州に帰復した後、不死ともに不死賃を漁す、時の人、これを栄えとなす。織徳の弟の織徳願、この織、五君、織、五教、現存の織勝行は皆武官となった。織と用の両家は同じく三世の人であり、織次元と用心は皆地方の豪族で、不州と臨州は隣り合っている。折徳は、用行に比べて十四歳年上であり、 両家が共に代々部門の家でありことにより、織徳は自分の娘を養行に目合わせたのであり、織徳の娘は織氏であるが、養化将の話のふとしくんにあたる、は、織の誤りであろう。養行の死後、彼の子孫は、その成虫報告の意思を継いで、両に対して、交戦を続けた。中でも、養信明、養文博は、最も有名である。 国葬の著名な文学者の王洋を治むは、洋行、洋の部秋を、不師は皆名称、その地優は無敵と号す、今に至るまで、天下の死から、在野の子供に至るまで、皆これをよく言うと称えた。草原の民間芸人は、洋化粧の古事をもとに、戯曲を編成したり、舞台にかけたりした。秋をに至ると、民間で彼らの古事から、洋化粧演技、洋化粧伝を作った。また、 小説や評伝の形で社会に広まった。しかし、歴史的な交渉に基づいているとは言えず、僕カツラエなどの人物は実在ではなく、民間で作られたものである。三聖商大権では、ある古い首郎に二つの巨大な、維新三石と、江木四たちの額がある。言い伝えでは、陽化粧の普及の功績を称えるものだと言われており、 現在にまで残る珍しい遺物である。洋行の辞跡は、洋化粧演技で中国では有名であるが、日本では長く翻訳されず、あまり知られてこなかった。北方健造が、小説、洋化粧、血類を表して、日本でも少しは知られるようになったが、これらの小説は忠実な翻訳というより、北方の本案である。初の日本語訳として2015年6月に、 岡崎由美、松浦智子教役で、寛役用化粧演技が刊行された。ありがとうございます。